何ですか？サンディさんは？今日は別の用事で夜までいませんよ。まずいぞまずいぞ。だから何が？ネットニュース見てないのか？見た見た。私のスタントなしの拷問シーン、誰が記事にしてくれたんだろう。そっちじゃなくてこっちこっち。はぁ、何なのよこれ。昨日の夜に撮ったって。しかも今回シャオが僕に枕営業して役をもらった。はぁ、枕の強要は未遂だったじゃない。それ大声で言うのやめようね。どうしてこんな。あの女。君が泊まっている階で朝方に変な声を聞いたっていうスタッフが何人かいて、みんなそれが僕らだって噂してて。いや、なんで嬉しそうなの？死ぬ？このまま死ぬ？すみません。夕べから朝までの間に誰か話した人はいない？すみません。そう、私も。ともかく、このままじゃ役を降ろされかねない。そうなんです。少しいいかしら。あら、スー・シャオさん。なんだかお肌のツヤがいいみたいね。よっぽど何かで発散できたのかしら。またあんたね。変な言いがかりやめてよ。今すぐ何とかしなさい。なんで私が？このままだと後悔するのはあんたよ。あら、怖いわ。でも私が後悔するまであなた現場に残っていられる？監督の耳に入ったらおはり。それまでに誤解が解けるよう頑張ってね。皆さん、そういう態度やめましょうよ。シャオさんに失礼じゃないですか。マファちゃん。シャオさん、リーヨンさん、昨夜は本当にありがとう。作ってくれた料理とっても美味しかったわ。え？話を合わせて。本当にごめんなさい。私ったらつい楽しくなっちゃって。今日も撮影なのに結局朝まで。いえ、そんな。あの、リーエさん、今朝シャオさんと一緒に。そうよ。どうして？それでは休憩入ります。さっきは本当にありがとうございました。私もこの業界に入って随分経つけれど、いろんな現場やいろんな人を見てきた。役を取るために誰かを蹴落とす人、どんな手を使ってでも自分が売れることを最優先にする人。私本当に違うんです。ええ、あのサンディちゃんがついているならあなたは絶対にそんなことはしないはず。彼からあなたの料理のことは聞いていたの。今度本当にご馳走させてください。この一回、一回きり。そうすればあの役がもらえる。見られた。こんな格好でスタッフの部屋の前。言い訳できない。もう終わりだわ。女優が大変なのは分かるけれど、そうやって一度脱いだ服は二度と着られなくなる。自分を大切にね。彼のおかげで今の私がある。だからきっとあなたも。冗談じゃないわよ。約束が違うじゃない。イメージキャラクターを私にするって言うからお酒にも付き合ったし、寝てやったのよ。あんた、もし私を騙したんならおじさんの力で業界にいられなくしてやるわよ。とにかくもう一度上に掛け合いなさい、この役立たず。用があるならさっさと言って。顔が引きつってるけど何かやましいことでもあるの？今の電話のこと？盗み聞きしてたの？たまたまよ。それにそんなことはどうでもいい。だから何しに来たのよ。
私の好きな曲を教えてあげようと思って。はあ？仲直りの印にね。それこそどうだっていいわよ。そう言わずにちょっとだけ聞いて。愛してるのよ。これ以上気づいてないのにしないで。なんでそんなもの。もちろんこの先も全部入ってるわ。渡しなさいよ。相手は今回のスポンサー様だそうじゃない。そんなのただの遊びよ。遊びか本気かは問題じゃないの。スポンサーなら今回のキャスティングにも関わってる。そんな人とあなたが寝ていたと知れたらみんなどう思うかしら。帰って。今度私に何かしたらこのデータをばらまくからね。このまま私が黙ってると思うな。望むところよ。覚えてらっしゃい。気がつけば今日も午前に温もるソファーしばしさよなら。メイクを落とせばいつだって素直になれるの。悩み